私の名前はシア。韓国人だ。今日は私、いや、私と同年代の人すべてにとって、とても重要な一日となった。番号、ある?ユン、ハオ。111、おぉ!マジか。それは、大学の合格発表である。受かった!やったぜ!そっか。おめでとう、二人とも。ハオ、まさか。頑張ってたのに。いいんだよ。ただ、ここから先、どうしようかなって。この国韓国は学歴社会。いい大学を卒業しなければ、まともな就職はありえない。そういう世界だった。ハオ、元気出せよ。別にみんながみんな就職できないってわけじゃないし、浪人って手間は。そうだよな、ありがとう。あれ、その時一枚の刻みのりが風に飛ばされた。あ、その時私は気づいてしまった。ユンの真の合格発表の番号が異なることに。大学行ってもたまには遊ぼうな。当たり前だろ。何か力になれそうなことがあったら言ってくれ。まあ後から気づくか。結果的に合格したのは私だけとなった。そして十数分後、ユンも自身の不合格に気づき、帰りの電車はお通夜ムードであった。まあどんまい。受かったと思ったら落ちてた時のショック、えぐいな。ハオへの励ましモードになってた自分が恥ずかしいよ。まあ気にすんなって、よくあることだよ。よくねえよ。人生積んだ。そんな落ち込みモードのユンに対し、ハオは不敵な笑みを浮かべた。まあ落ち込んでたってしょうがねえ。プラン B に移行するまでさ。プラン B? 何かアイデアがあるの？ああ、プラン B は日本だ。ハオはそう言うと、飛行機の予約が完了したページを見せてきた。え？日本に行って働くってこと？まあ、当たらずとも遠からず。いや、お前の分も取っておいたからよ。出発までに荷造りしておけよ。え、俺も行くの？それから話はトントン拍子に進んだ。じゃあ日本で一発決めてくるぜ。じゃあなしや、いつか日本に来いよ。ただ現実問題として、新型ウイルスの蔓延のため気軽に日本には行きにくくなっていた。てなこと言ってからだいぶ経つね。新型ウイルスって本当に立ちが悪いよな。まあいいじゃねえか、こうしてオンライン飲み会できるんだから。でもシアに直接見せたかったな。見ろよこの豪勢な暮らし。あ、本当だ、すごいじゃん。二人ともちゃんと仕事見つかったんだね。よかったじゃん。まあそうだな、仕事というか生活保護なんだけどな。いや、今月も助かる助かる。え、働いてないの？ああ、働いてないぞ。これが俺たちのプラン B だ。ドン引きする事実だった。なんというか恥ずかしくないの？ちゃんと働いてないのにお金だけもらう生活なんて。なんだよ、そんなの俺らの勝手だろ。勝手だけど、ただ私の中での生活保護の概念と彼らの暮らしにギャップがあった。でも生活保護って困窮してる人が最低限もらえるお金なんだよね。まあ暮らして食べていくには問題ないんだろうけど。
実際もらってるのは生活保護だけじゃないんだな。そういうハオの足には包帯が巻かれていた。あれ？ハオ、どうしたのその怪我。まあそうだな、あれは不幸な事故だった。たまたま道を歩いていたらうっかり車にはねられちまってな。それでその保険金を結果もらってるってわけさ。明らかに事故というより故意のように思えた。え、まさかそのお金で今のその暮らし。ま、そういうことだね。うまくもらってる人とか車まで買えてるらしいからね。生活保護万歳だよ。保険金とかもらったら生活保護の窓口に言わなきゃいけないんじゃない？しや、バレなきゃ犯罪じゃないんだよ。バレなくても犯罪は犯罪である。普段から不真面目なハオはともかく、私ショックだよユン。あんたはそれでいいの？汗水垂らして働いてお金を儲けること大切じゃない？今無職ってことでしょ？うん、痛いとこつくな。あ、まあ俺も最初はハオの考えには反対だったよ。だけどさ、バイト代よりはるかにもらえるんだよ。だから俺、移住権もらって生活保護を受給した方が何倍も得なんだって気づいちまったんだ。結構きついぞ、汗水垂らして稼いだ金がまともに暮らせない金額だとさ。それは綺麗事では片付けられない悲しい現実であった。そういう視野はどうなんだよ。新型ウイルス、今世界中でヤバいことになってるじゃん。まあ、うん、まあちょっとヤバいね。先月会社潰れて再就職の面接全滅だし。ちょっとじゃねえじゃねえか。どんまいだな。ま、これでわかったな。俺たち日本での保険金、生活保護の不正受給が勝ち組ってことがね。犯罪行為を働いているのは向こうなのに、なぜか勝ち誇られた。あ、はい。どちら様ですか？こちら、生活保護の不正受給の取り締まりをしているものなのですが、近隣住民から収入がないにもかかわらず、かなり贅沢な暮らしをされているとのことですが。あ、やば。不正受給の外国人は強制送還の対象です。すいません。ほら、やっぱりバレた。正直内心スカッとしていた。ただ彼らが強制送還されようと、私たちの絶望的な状況に変わりはなかった。仕事がないのは辛いな。どうしたものかな。だが、しゃあねえな。となるとプラン C だな。そう言ってハオは私たちにパスポートとスマホの画面を見せてきた。いや、全然懲りてないじゃん。俺もさすがにもう無理だぞ。日本にはもう可能性はない。何言ってんだ。よく見てみろ、目的地はここだ。そこに書かれていたのはオーストラリアだった。え、3人分？私も？ああ、今度は3人で勝ち上がるぞ。2人ともビザの申請とかちゃんと頼むぞ。オーストラリアで勝ち上がるにはビザと永住権についてちゃんと理解してなきゃいけねえ。そしてハオはオーストラリアのビザについて説明を始めた。まずオーストラリアには457ビザっていうのがある。あれか？期限付きで働けるビザだろ？ま、そういうことだ。4年間という期限付きなのも事実だ。ただな、2年働けば永住権も申請できるのぜ。ハオさん、あなたは素行もよく英語もでき、とてもよく働きました。永住権を認めましょう。やっはーい。そんなうまい話ある？しや、
時代はオーストラリアだぜ。鉄鋼関係の仕事も多いし、絶対働き口多いよ。彼はやる気に満ち溢れていた。切り替え早すぎでしょう。それによ、シア、お前確か英語すごいできてたじゃん。通訳とかの仕事できるんじゃね。まあそうだね。できないこともないね。働き口も少なく、今の私の得意を生かせないこの国でいるよりも、確かにオーストラリアという国は魅力的に思えた。まあ生活保護ありきのプラン B よりずっとマシだね。そうだろう。さあ始めようぜ。俺たちの新しい人生よ。こうして私たちは決意を新たに、オーストラリアで働くルートを狙うことにした。そして準備を終えた私たちは無事にオーストラリアへたどり着いた。うわー、韓国なんかより空気も綺麗で街もおしゃれ。あ、来てよかっただろ。さあいい仕事探してリッチな暮らしよう。いつもお気楽なハオの様子がおかしかった。二人とも落ち着いて聞いてくれ。どうした？いい求心あった？もしかして悪いニュース？ああ、法改正があった。ビザの期間が4年から2年の半分に減った。2年？あと永住権には高い語学力がいる。語学力？最初の条件よりはるかに厳しくなっていた。俺英語めっちゃ片言だわ。大丈夫だって。暮らしてたらなんとかなるよ。私も教えるし。ユンを励ます私だったが、通訳の仕事を賃金の高いオーストラリアで2年でもすればかなりの出稼ぎになると判断していたため、少しだけ気楽だった。あと悪いニュースが他にもあって、移住者の仕事の候補400くらいあったんだけど、200くらいに減ってて、通訳がもう含まれてなかった。マジ。私の最後の頼みの綱が折れた瞬間だった。そして絶望しているのは私たちだけじゃなく、中国人風の移住者も同様のショックを受けていた。これじゃ強制送還じゃねえか、最悪だ。いいのかよ、オーストラリア。俺たちが消えてる、めっちゃ戦力減るぜ。もしかして法改正って？多分ああいう中国人を減らすためじゃねえかな。ただオーストラリア側からすれば様々な意見があるようだ。でも中国人増えすぎてたから助かったけどね。オーストラリアの人たちが働きにくくなるからさ。まあでも人手が減るのは問題だからな。うちの会社やばいぞ。賛否分かれてるけど、もう決まってることなんだよな。プラン D は思いつかない。とりあえず2年だけ頑張ろっか。そして私たちは考えるのをやめた。人間は選択の自由はある。どこに住み、どこで働くのも自由だ。けれども、いろんな人が働きやすくなる社会がどの国でも満たされることは最低条件な気がする。